アルジェ地下鉄はアルジェリアの首都アルジェ市の地下鉄である。1928年にフランス植民地政府がアルジェでの地下鉄構想を発表している。アルジェリア独立達成後の1970年代よりアルジェリアの首都アルジェの地下鉄が本格的に構想されることとなる。1982年により公式に建設計画が立てられた。 1980年代の原油価格下落より財政面の問題があり計画段階で停滞することとなる。1988年アルジェリア政府が2つの国有企業の建設契約を認可する。工事は始まるものの中断も余儀なくされ4つの駅の区間を掘り進むのに15年かかってしまう。アルジェの地盤を掘ることについて 比較的困難というのが一つの理由である。2003年より本格的工事が行われる。ドイツのシーメンス社やスペインのカフ社の技術協力がなされる。2008年に営業開始予定が設定されていたが延期される。2011年10月31日に開通式が行われる。翌日11月1日より営業運転が開始される。なお、 期間は 1435mm であり、最高速度は時速 72km である。なお、YouTube に、アルジェ地下鉄関連の動画が、いくつかアップロードされている。将来の延伸部分も加えた、路線図。2011年11月1日営業開始時より、1号線がタフラグランデポステ駅とハイエル・バドル駅を結ぶ 9.2km で営業している。 10駅がある。合計3路線が計画されている。営業開始した1号線の延長が2012年に実現する予定である。2号線の建設がすでに始まっている。2020年には 40km の地下鉄網が完成される見込みとされている。1号線の路線ロゴマーク。駅名は、ある地下鉄公式サイトのフランス語表記に従う。駅。 ありがとうございます。